はい、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 はい、といととうことで、えー、私が BMSG フェスをですね、えー、2日ほど前からもうやっとこさね遅くなりましたけども購入させていただきまして頭から見させていただきながら勝手に思うことをお話ししていく動画今日で3本目でございますけれどももうここまでね本当にもうすごいみんな楽しそうにしてるのを見ながら自然とこう私見てる側もこう笑顔になってしまうような感じでですねあっという間に前半何分かな今。 20分見させていただきましたけども皆さんね驚くなかれ、えー、あと3時間もありますからこの動画 <laughs> すごい。で私は10月の14日から見始めさせていただいて、えー、3時間半でしょ今10分ずつぐらい見ていくから3時間半って何分ですか60分が3回 180+30210 分,今10分 分ずつ見てっているってことは21本ぐらいだから今日21今日入れて19本あるのかな間に合わないね日程的に早く見ていかないとねこれしかもこうあの解説しながら見るのも楽しいですけどこうじっくりほんとっちゃ痛くなるようなね映像それから歌声だらけでね 本当にままあまあどんどん見ましょうそんなこと言ってる前にねさあそれではさっきも言いましたけども、えー、今まで20分38秒見させていただいてミスター最高というねスカイハイさんの楽曲が今終わったところでスカイハイさんが半開きの口でね色っぽい目で一時停止止まっておりますのでそこから続きを見させていただきたいと思いますそれでは行きましょう再生ポンさあスカイハイさん中心にみんながこうねポーズをとって 止まってるところから、Hey yeah 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 yeah! と、あ、俺らの最高時速についてこれるかと、ノベルコアさん。後ろっ側に一人でいて、三百キロのコールドゥルマーイ。ベッピーはないよお客さんたちも手を振りながら、いっかしくないスカイハイさんかっこい,い踊りながら、イケインみんなメンバーはね、今ね、横に吐けていきました。ノベルコアさん歌ってる前で、スカイハイさんが一人。 感じますか ?What you see?Come fly.One, two, three, four, five. かっこいい。もうこれだけでかっこいい。ノベルクワーク。さあ、かっこいいです。スカイハイさん。Harry day! わぁ、スカイハイさん。カメラに向かって。シュエシュエシュエッ。死ぬながらのウィッター。見たからかわいい。Hello, baby! わぁ、かっこいいです。スカイハイさんも。Eh, buddy, who's out?You're ready?What you're ready?What you're ready?What?Ne're ready?Ne're ready? すごいお客さんの数と手の動き。うわ、かっこいいね、スカイさんの動き。かっこいい、伸びるお母さん。もうグルーブ感すごい。はーい、さすがハイさん。今まだ勝つってない。よりもなってない。トロキーに来るから、彼るら、彼か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 から、 すごい情熱に埋すごいなあんなく口回んないですよ。さあこのナイトライトカメラアクション撮るハルキルヒーチョークネオカチュンかっこいいの後ろカでギターの方ベースの方ドラムの方ね生で弾いてますけどすごいかっこいい。だけどショーンショーンねキッケバキャーマジかシリアス梅の恵みやすてたシリガルお尻振ってます。カラセットかっこいいなスカイサクいやーうわ。 動けヘンズアップヘンズアップヘンズアップアイとすごいヘンズアップいやカディー,ーホールコかっこいい後ろの方も上も調子はいいかとスカイさんかっこいいコアが見してくれるぜーとイェいイ,ーイわあ、素晴らしいロングトーンラービューほんとだ、奥の方にちょっと高いところもあるんだ。

それだけでかっこいい b m s 2 f s t 2022年これでこれでシュアラー,ーとなんか言ってますよちょっと私聞き取れませんでしたけどもうちょっとザファーストミスでやるよとおかっこいいさあ前に出てきてそかまかるきのまくあいからばっぽーとまるごるこーえつないすよ。結構見えるねはっきりお客さんの顔もね真ん中の通路ずっと歩いてきながらさきおとりこーえて来なくないめっちゃかわりないへらうんこー 歌詞はずっと適当で歌ってますよ皆さんすみません。コーラスが入って結構前まで歩いてきました真ん中のちっちゃなステージ四角いところにねで T 字路の T のドンツき来ましたドンツキすごい首大丈夫取れないですかあんなに振って。 ワーわかっこいいねノベルコアその口の開き方素晴らしいですね後で詳しく言いましょう全然こんな言葉回んないですよこれねお客さんみんなこうね手を振りながらさあまたコーラス入ってマイクを上に掲げながら ゆっくりまたメインのステージに戻っていきます。いい笑顔。Ands u p c a s t a r Head, n a t u a l r o s a Stay! おメロディーがだんだん上がっていく。Tastor Head, Natural Rosal Stay! うん。いっそ D&D 大丈夫、その頭。私、今やったらほんと、2時間ぐらいその後クラクラしちゃいそうな。Tastor Head, Let's Be! っと、ゴーウ o ー かっこいいなこれメロディーっていうかもう言葉がもう気持ちの叫び心の叫び now. Get it all. Me pay. うわー髪の毛もさもさと触りました上を向いてふうと大きく息を吐いていや心地いいと思いますよこ,れこんな広いところでお客さんみんなこうやってくれて。 と SE 効果音がかかって「ノベルコアウィークマイデアン俺は容赦しねえぞ」と端から端まで前から後ろまで死ぬ気でかかってこいよと始めようぜうわかっこいい音が全部なくなって始めようぜでってでって飛ぶ準備みんなできてるかいみたいな感じでやっとみんなもう飛んでますよピコピコあいっきり飛び跳ねろ 飛飛んでる飛んででる一番わーみんな飛んでるすごい地面大丈夫なんですかあんなみんながいっぺんに飛んだ時にズドーンってなったら怖いねならないね大丈夫ララーす想像る危いいね口の開き方ほんとに「あれどうせい越えるはりと一番飛びるけどワクワクの種新しいもの家」 カラシマロイコーラスも入って洗礼がないいかっこいい顔してますカラシマロイデッデッってかっこいいギターデッデッてドラムもたたたたタていいビートを刻みながら行くときはできるスタートをでも最初に語るあとした人後ろからノベルクアーっていうロゴがずっとね画面の後ろで金色のやつがぐるぐる回ってますよ後ろの方もーっと お客さんが手をもう両方の手やってんねみんな。いやーすごい飛んでる飛んでるみんなそうか両手ってことないか片手の人ばっかりでしたすみません訂正してお詫びいたしますこれ。<laughs> 両方やってたら大変だもんねやっぱね。俺からも歩くと、どれもありと

ビルビル回る世界を、うん、すごいずっとお客さん「飛べるかいおめるかい飛び跳ねろ」すごい空からの映像一番飛びるけどみんなぴょんぴょんね動いてますよ飛んでますよ手が実現するなりこれノベル・コアさん歌う方も大変よあんなにぴょんぴょん飛んでたら。 えー、俺なのもんバレるの声のるありと一番こぴるケロ指がね一をさして,てみんなを見ながらいい笑顔で「ってもしお前らの夢が夢が希望を笑う奴がいるとしたらそれは寂しいやつだ無視して自分の思うように生きてってくれよなうわーだって俺たちわがまま問題児は また続いてしまいましたまだ大丈夫かと三曲見ましたけどもう一曲いっちゃいそうですねこれ、まあ、あクラ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 クちゃんとね MC から曲に続いてんですよやらないステオリーをみんなもすごいあの前にだけじゃなくて後ろ側に振りかぶるみんなの手もちょっと大きくなってきてる感じしますね後ろ側にねなんか可愛いキャラクターが踊ってますよ 黒と赤のボーダーのシャツ着てサングラスの「わがまま問題児」いいねわがまま問題児いい言葉の乗っかり方「ほらだと」あ悪そうですねわがまま問題児の映像が後ろで「悪いなあいつきっと」「悪 <laughs> いがいつかねえねあれがくただだだって可愛い踊りもしてますけど「イェーイ誰かにはなるねえいやエリバリーサレンクラブハウわ ノベルクさんも今拍手してますけど後ろの映像もリンクして「おやるべきとかどいてどうありたいかは大事よ。いいねどうありたいかが大事」みんなお客さんもリズムに合わせて手をたたいて「この曲いいよかっこいいよ悪そうだなあいつ後ろかで」で <laughs> あのキャラクター <laughs>「やれないセオリーを」でもノリいいよめっちゃあいつ。やらいメロディーを 明かりはなれぬ最低い,いいねこの歌。でででで俺たちわがまま問題児。いや <laughs> あの後ろの映像の子に釘付けではすごい。人はこうだとかこれは普通ととかあれがそういう正義だあれがそういうか教えられた通りで生きてきた俺らは人の目につながれ咲かすこうだ。 <laughs> あいつ <laughs> あいつかわいいよ軽くこう小走りしながら手を上げて「慣れてエビバルよるクラブヤヘッズ!」って言うたたいて <laughs>「ノベルコアサ」すみません私ノベルコアサも見てんですけど後ろの子に釘付けです「来いねえな!」とおみんな手拍子をして「はいかいじこりこい」「ドラムかっこいい」「ダッダッスってかダッダッスって」「ここ慣れて踊れ」 まだかんかんまんがに、へんさ。わ、今度は。白い煙ぶわーッと出て。いきます、メロディーを。やれかにはならぬ、叫べよ。ないいね。いやいやいや、俺たちはわがまま問題児。<laughs> いいよ、わがまま問題児。俺たちはわがまま。さあ、マイクを日本、日本として持って。 わ,っか,わりかめてないでし、B I K B、ー <laughs> 何あの子後ろかーの最後もちょっと悪い感じで座ってましたけどかわいいあれ憎めないですね悪そうですけどとってもいやこれあの結局ノベル・クワーさんの、ね、今楽曲 4曲ぐらい行っちゃゃったんじゃないあ、そうだよだって「ミスターサイコで終わりましたから前回ね「パニック,あパニックフューチャリングスカイハイザー」「ジャストノイズ」そして「バーベル」だねバーベルそしてアルファベットで全部「わがまま問題児」この歌私は好きですね「わがまま問題児」。 あの後ろの映像だけじゃなくてあの言ってる内容もねちょっと今もう記憶に残っておりませんけれどもなんかすごいねいい言葉をチョイスされてでもちゃんと引を踏んでみたいな感じでこれ後でぜぜ絶対だって絶対聞こうちゃんと音源としても。いやーあのノベル・コアさんがね今4曲結果的に見させていただいてその歌ってるとこを見ていて、まあ、ラップではあるんですけれども私はね すごいい上手ななんだなっていうあの私が偉そうに言うのもなんですけど何が上手かっていうと一か所バーンと伸ばしてね綺麗に高い音をずっと歌ってるとかありましたけどあのやっぱり鼻の奥にしっかりと音が響いてまっすぐ伸ばす音っていうのができる人がラップっぽくこうリズムを奏でていくからよりかっこいいんだなっていうことが今判明しましたしっかりと。 まあ、あのスカイハイさんなんかもそうなんですけど、まあ、ビーファーストのメンバーもそうですよね。まあ、その他のトレーニーの皆もそうですけど。あのラップだけができるっていうのじゃなくて、メロディーを歌った時にもうまい。で、これは何が違ってるかというと、やっぱり声の出し方、それから。息継ぎの多さというのもあると思います。一回吸った時の空気の量。で、今こうね、ノベルコアさん歌ってるのを見てても、息を吸う時に。 で、こう、肩が上がって吸うっていうことがほとんどなくって。肩があんまり上がらない状態で,で。どこで吸ってるかわかんないぐらい吸えてると思うんですよね。で、これが肩が上がったないで吸えてるというのが。まあ、一般的に腹式呼吸というね、肺の奥にしっかり空気が入っている人の吸い方が。まあ、見た感じわかりやすい動きだと思うんですよ。肩が止まってるというのはね。で、それがあるから、まあ、リズム感よく言葉を乗っけていく。しかも、その。 1> 1階の駅で長く歌ってていけるそしてもう一個、ね、途中でも言いましたけれども口の動かし方というのが高い音に行ったりする時に口角というのがすごく大事でこの口角がここですねここがぐっと上がってくれるとしっかりとした高い音であったりとか言葉がはっきり出てくるというようになるんですけどやっぱりこうラップとかってなると言葉の数が非常に多いですから。 多いと、ね、早く言わないとたくさん言わないとと思ってあんまり口角上がらずに「おね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 」言ってしまうみたいに、まあ、なりがちなのかなと思ってたんですけど今のノベルコオーサー見てるとずっと口角がしっかり上がったまんまたくさん言葉を言ってるんだけれどもちゃんと、えー、単語として聞こえてくるというのはそういうところの口の開き方、まあ、しゃべってる時とはまた違う っっって喋ってて喋るとしたらアイウエオってちゃんとこの口が上にも横にも縦にもしっかり動いていながら、えー、声の響きがあって空気の量があってでこういう安定したまあラップの言葉っていうかなリリックを歌うということがまあできてるというふうになってるんだと,と思うんですよねだからこれがかっこいいなと思ってこの表面だけ真似してもなかなかこういうふうにはなっていかないんじゃないかなと思います。 基本的な発声と声の響きというのと口の開き方がしっかりしてるからこそこうやってかっこよく見えてくるといううん改めてやっぱりすごいあ,の、まあえていい歌い手さんなんだなというふうに思いましたね私はいやーすごいあの1曲目のね一緒にスカイハイさんと歌われてる時のもうスカイハイさんの表情とか指の動きもまあ色っぽくて。 またねあのザファーストの時にみんなにね、えーまあ、審査員としていろんなことをこう教えてたりとかしてた時とは全然違うまた「スイッチのスカイハイさんがまたこの後もねたくさん見れると思いますけどもいやーすごいそしてノベル・コアさんもねみんなにこう何て言うんでしょうねやっぱりラップの人っていうと私勝手なイメージでちょっと悪そうなね えー、人だったり悪そうに見えたりとか人ってことだよね悪そうに見えたりとかね今までどんな人生を読んできたんだみたいななんかちょっとこうね違うルートから来た人みたいなそういうもののイメージがなんか浅いからね私の知識があったりするんですけど本当に真摯にこのねラップというものに向き合って言葉の選び方だったりみんなに届けるこう歌い方だったりね動きも含めて。 なんかやっぱりアーティストなんだなということを改めてね、えー、見させていただいて非常に私もあの勉強にもなったなというかそしてさっきのね「わがまま問題児」は。 絶対聴かせていただきますあのキャラクターのスタンプとかあったらちょっと欲しいなと思っちゃいましたけどね。はいということで今回も長々とお話をしてきましたけれども一気に「ノベル・コアさんの楽曲4曲聴かせていただきてえ見させていただいてちょっと言えなかった、えー、勝手に思うまいにお話をさせていただきました皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。